にはさせろ。コミュでダウンロードか。おいおいオラフ。おいおいおい、グッドボタンだよ。ありがとうございます。グッドボタンだよ。あ、オラフ君39歳の姿に戻ってる。ああ、戻っちゃった。戻りましたよ。本当だ。これを聞いてたんで控えめでいきます。39歳になった方がやっぱ落ち着きますよね。落ち着く、落ち着く。このスタイルが一番いいですよ。インポスターの。やめてやめて、投票したらオラフがまたオラフさんになっちゃうから。ないですか、僕もう一人オラフさんに入れたら。よくぞお分かりで。言い訳俺だけだもん。停電早い。誰だおめえ。オラフか？怪しいな。あ、どうぞ。うん。白い。なんとそうか。ナイスボタン、ナイスボタン。ナイスボタン。オラフ君ってどこ行ったの今？え、僕ですか？貨物行きましたよ。っていうか、誰か今アドミン見てたラッキーボーイいませんか？え？あ、いないですか？いや、ごめんなさい。キッチンの弁当が開いた気がしたんですけど。気がした。いつ？どれぐらい？あ、もう本当に、もう今さっき。今さっき？もう本当にこのはしごの音が鳴った後です。一応できない人を整理しましょう。だから、ミーティングの人は絶対全員無理だと。あ、くじみ、くじみや。藤宮さん、明夜さん。うん。と、あと、明夜さんできない。シュナパイシャンも無理。シュナパイシャンも無理。やばいね、勘違いかもしれないから。ね、エレキの中にオラフ君と夏目先生を置いて上がってるはずだから、多分入れないと思う。うん。他に議論することないからいいんじゃない？別にこれ時間使っても。いや、ちょっとあんま自信ないから。ってことは自分で入ったんじゃない？自分で入ったの見間違えたんじゃないの？すげえ、怪しい。全員否定できた。全員否定できたんじゃない？じゃあ、勘違いということで。待ってね、名産を否定できる理由ってごめん、なんでしょう？私、シャワーで見たく。うん、シャワーで、その後、メインホール上がるタイミングで、スナパイさんとエレキのメインですれ違ったじゃないですか。ああ、オッケーオッケー、シャワーからなら。ああ、そうですね。普通に、オラフ君とスナパイさんから否定できると思うけど、アーカイブ脇で一番最初に昇降機入ってった人って誰？アーカイブ脇で昇降機。オラフ君、藤宮メイヤーアーカイブ脇だと思うけど、僕メイン脇ですよ。あ、違うっけ？あ、俺もアーカイブ脇だけど、最速ラウンジ行ってる。それで治ったタイミングで寺蔵さんとすれ違いましたね、昇降機。キッチン脇はアルマ先端の2人なんですけど、はしご音が鳴った後に見たと思うって思ってたから、先端さんはもうはしごを一緒に登ってたんですね、誰かと。はい。なら、違い。中野アルマしかいないけど。だからあんま自信ないって言ったじゃないですか。貨物からエレキまで相手が自信がなかったからアドミン誰か見てたか聞いたんすよ。一応スナパイさんも入れるんじゃない？いや無理無理、エレキから上がったところ見られてる。忘れようぜ、忘れろ。メインからのメイン。エレキまで新しい戦略だね、アルマさん。こうやって村の仲違いを誘う作戦だね。仲違い作戦。サボタージュだ。あ？はいはいはい、もうくちゃくちゃやったな、最後。最後ね、駆け込みみたいにいろいろやるの大変だから、一つ一つ、あ、ちょっと待って、俺が言いたいことがあるから押してる。まず、先端の疑いなんだけど、俺はエレキからメインに上がるところをメイヤさんにメインから見られているから、俺は無理。無理。そこで終わり？そう、無理。タイミング的に無理です。まずその疑問には答えたかったので押しました。はい、夏目先生。いいですか、いいですか。寺蔵さんがオラフに聞きたかったことを喋らせてあげましょう。めっちゃ書き消されてたんで。ごめん。まあ僕が疑問に思ってること全部言います。はい、アーカイブで3人はいて、3人が全員違う方向に行って、リフト右側に入った人がいたと思っていた。つまりダウンロード者やりに行ったんだろうなと思っていたけど、停電を直しに誰も来なかったので、なんで来ないんだろうと思って、そこにいた3人を疑っていたのと、オラフは貨物側に行って、エレクトリカルまでは行ってるんだっていう話をとりあえず確認したかったってだけです。ああ、そうですね。僕が一番最初に、エレクトリカル降りた気します。ああ、メインホール側からあ、アーカイブから、あ、そうですね、アーカイブメイン。貨物行ったんじゃないの？貨物行った。だから、ラウンジが抜けたのは僕だってば。スタンパイさんかな？多分僕はアーカイブでそのままシャワー下って、メインエレクトリカル行って、夏目先生とそのパイさんと合流して、その後停電がなったんで、貨物の方に最終到着して、停電、レポートじゃないわ。僕がリフト右側に誰か入ったっていうのは勘違いかもしれない。ああ、です。それは藤宮さんではない。僕は停電明けなんで、それは。ああ、開けか。湧いた瞬間は確かに左に行ってる感じはあったけど、もしかしたらなんか戻ったとかじゃないの可能性として。勘違いで戻った可能性はあるかもね。僕はすぐに、多分僕がアーカイブの机の下には行って、速攻下行って、あ、下上かな。で、速攻下行ってタオルタスクやって、で、その間にサントスさんが来て停電みたいな感じだった気がするから。まあもうベントのことは忘れてください。やったな。はいまあでもベントのことは忘れるけど、アドミン見てたラッキーボーイのくだりは忘れないであげる。確かに。あれドア開けたんすよね、武器このその時に開いた気がするんだよね。インポスターのベント偽装じゃないですか。もう全員入ってますね。もう忘れよ。スナパイさん白い。それにボタンを使うのはかなり白い。がまあまあ。停電早いな。スナパイさん。うん。スナパイオラフミア、ここに見られてんならいいかな、タスクして。あら、これ激アツじゃない？とりあえず隠し色ができるっていうのを先に言いたいので。わかりました。じゃあ、藤宮メイヤオラフスナパイですかね。すげえ。はい。多分。藤宮メイヤオラフスナパイ。全員コメサボのあコメの中にいましたなんか。はい。なんかじゃあ狭い小部屋に。オッケー。じゃあ藤宮メイヤオラフスナパイ。はい。はい、死体レポート、シャワー室のね、左側で、先端さんの死体です。奥とかじゃないです。うんうん、サントスさんってエレクトリカルはしご登ってきましたよね。うん、で、ボタンを押しに宿舎前通路で、エンジンと宿舎前通路の扉を開けて、ミーティングまでの最後の扉を開けようとしたところで終わってます。まあ、ちょっと僕は、両方ともキル関われちゃうなって思って疑っちゃった。初手アルナ・テラゾー・サントスがエレクトリカルで、テラゾー・サントスが配電盤の方に行って、僕は下の方に行って、で、その後テラゾーさんどっか行ってて、で、サントスさんがはしご登っていくのを見たって感じです。うん。これさ、はい、ゾミキさん目線で自分の白が取れるもう安定で勝ちですね。あ、夏目先生は貨物でどこに行ったかわかんないから。停電になったぐらいのタイミングで、貨物で、右側に行ってたじゃないですか、ズミキさんが。配線タスクかな？いや、一番配線タスクしてて。あ、OK です、OK。その時に自分が金庫に行って、下ルートで最後エレクトリカルなので、最後、はしごの音が聞こえたと思うんですけど、短い。いやー、私は配線。他の人に聞いてる。他の人にはしごの音が聞こえたかどうか、特に隠しろ4人に。聞いちゃらん。全然わからん。あでもアルマさんがサントスさん怪しいって言うなら、はい、サントスアルマ、夏目ゾニキくらいの。夏目ゾニキに色はなさそうなんだよね、議論的に。今の。お任せします。あ、私からでもいいですよ。あ、お任せします。いいですよ。四角白のスナパイさんとこ行きましょう。僕、サントスさんです。スキップ。じゃあ自投票するか、次の選択肢だけ間違わないでください。スキップ入れてねえじゃねえか。はい、自投票しました。2ゴールド嫌なんで。でも釣り順大事だからねこれ。そう、うん、次間違わないでね。シンプルにアルマさんでいいんじゃない。あ、超邪魔されました。超邪魔されました。二浪院かな。あら、邪魔されました。邪魔された。クソほど邪魔されました。まあ、藤宮オラフはミーティング行ったというか、まあ、アルマゾニキも一緒にいたから邪魔してないです。うん、アルマさんとゾニキさんはエンジンで僕見てるので邪魔した犯じゃないです。あらってなったらほう、夏目先生。夏目先生だな。夏目普通には言ってたからな。アルマゾニキ、あ、実際アルマゾニキがありそうだなと思って。まあ、アルマさん釣りでいいかなと思います。アルマさん釣ってから夏目先生でいいんじゃないですか。どうなんだろう。でいいと思います。サントスさんか寺田さんの情報が出なかったのがうんって思っちゃったからな。どっちもできるしメイン上がってたからラッキーアドミンボーイをリンポスターでもアルマ君視点って夏目先生がさほぼあれだよね、邪魔してるよね。邪魔はそうなるかな。まあ角白4人が無理のそうそう停電ね。最後スナパイさん回ってるから確定。まあでも勝ち確も白4人できてる視点でも勝ち確だから視点でほぼほぼサントスさんで落ちてると思ってるゾニキナツミはないでしょ。でもサントスさんで落ちてるんだったら邪魔する意味なくない？その通りだね。それは知らないですけど。せめてもの抵抗なので知らないですけど。僕は知らないですよ。クルーメイトですから。ここじゃあ、アルマーズリーで。僕がインポスターだったら最初にあんな誰も死んでないのに意味わかんないこと言ってることになる。一応配置だけ決めときます。ボタン押しちゃってるんで。私も押しちゃってる。じゃあ僕アーカイブに行くわ。メイヤさんぐらい。ああ、ボタン持ってる。ピンコーン。じゃあボタンとなります。僕エンジンは消します。コミサポ対応で。はい。はい。まあ、グレー1なんで、適当に。もう一回貨物に巻いてみますね。試しにね。停電ね。勝負する？いいよ。じゃあ、アルマ君、バイバイ。二浪を当てた人には100円プレゼントします。40秒40秒しか聞いてない。よし、アドミンから消えるぞ。ベストな位置だ。これは俺たちの勝ちだな。わあ、早すぎ。頑張ったぞ。頑張ったぞ。今だ。いやー、共同作業だったな今。ナパイさんも触ってました。僕も触ってた。僕も触ってましたよ。一番途中からさ、とんでもない速さになるんだもん。下げるのも早かったら絶対勝てるっていう。途中から一個だけやってた。そう一個だけね。僕も一個だけやってました。すごい。分業できてた。分担ね。ナイスファイト。ダメだ、コミサボはダメだ。いやー、ごめんね。違う。コミサボやってないのにコミュニケーションに参加。なんかいたから。おいおいおい。僕は助けやってたんですけどね。多分3人やってないです。ダウンロードしに行ってた。俺もエアタスクしてた。いや、オラフ君はやってないと思う。あ、よくわかりましたね。だって真っ先に動いたもんね。あ、ていうか、オラフ君ずっと左右に触れてたよ。何してるんかな。歌舞伎じゃなければね、白になんなかった。うん、確かに分かんなかったですね。あれは事故だったね。事故だね。もう各種4人いますよやった瞬間、もう投了して次行こうなんか悩んだんですけど、会議に入った瞬間の空気が違ったよね。みんななんかめっちゃ喜んでて、これは来ちゃーとか言ってね。ああいう盤面でインポスター勝っての見たことないからね。ないね。そういえば所定弁当偽装ですね。じゃあ、そうです。いいサボタージュしたんで、やっぱ自分で入ったんだ。いや、入ってないです、入ってない。誰か浮いてたら面白いなって言ったんです。あ、なるほど。あ、でも見よ。まあ、俺、死なない方がいいけどな。まあ、死ぬとは限らないっしょ。金庫。あ、死んだ。見事なフラッグ回収。これが実況者。でも、アムロのものまねできるもんね。見てないけど。めちゃくちゃうまいんですよ。アムロ。あ、違う。アムロ、行きます。いや、おお、マジでうまいだよ、マジで。俺、本当にガンダム好きだから嬉しくなっちゃって、この俺。そう。